いやー、今年の夏は長そうだな。梅雨もあんまり雨降らないし、7月から暑い。そうなると7月、8月、9月の末ぐらいまでは暑いから、今年の夏は長そうだな。そうなると夏服そこそこ買ったけども結構足りない気がするんだよな。冬服みたいに重ね着もできないから、トップスのバリエーションとかボトムスももうちょっと増やしたいんだけども、さすがにそんなにお金出せないんだよな。誰かコスパ最強の夏服教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人のコスパ最強夏服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、今年の夏はですね、もうものすごく暑いですよね。梅雨時期をちょっとすっ飛ばしてですね、夏に突入したような感じもあるんですが、連日暑い日が続いています。そうなるとですね、やっぱり手持ちの夏服だけだと足りないよと感じている方も少なくないかなと思うんですね。そんな時、バリエーションを広げるためにはコスパ最強夏服をですね、うまく使ってあげるのが僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、僕の動画の中でもよく出てくるようなユニクロ、GU、グローバルワーク、または無印良品ですね。このあたりのアイテムを使いながらですね、夏服のバリエーションを広げていただきたいなと思っているので、今回はですね、最新バージョンとしてコスパ最強の夏服を皆さんにですね、5点ご紹介をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。まあもちろん今時期はセールのアイテムなんかもですね、買いやすいもの出てきていますが、今回ご紹介しているものは、セールのものというよりは、元々の価格が抑えめで、なおかつ在庫量がある程度安定しているものなので、皆さんもですね、見ていただいてそのままオンラインやお店で買うこともできるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にコスパ最強の夏服を皆さんにですね、ご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、 GU のこちらからご紹介したいなと思います。ブロードワイドクロップドシャツ五分袖ですね。価格はなんと1990円ということで、これは1枚ぐらい買い足してあげてもいいんじゃないのかなと思っています。カラー展開3色になってるんですが、中でもおすすめなのは33番のカーキですね。まあカーキという表記にはなっていますが、まあほぼベージュに近いような明るいカラーで、まあ、夏にもぴったりな色合いかなと思うので、この雰囲気はすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、ユニクロと GU といえば兄弟ブランド的な立ち位置なんですが、やはり GU の方がトレンド感を拾ったようなアイテムが多いんですね。まあ、このようなですね、レギュラーカラーでなおかつポケットがしっかりと両胸についているようなシャツというのは、ユニクロのですね、ベーシックなラインではあんまりやらないんですね。やるとしたらユニクロ U だとか、そのあたりのコラボレーションラインでやるようなものをちゃんと GU では定番的にやってくれてるので、かなりありがたいアイテムかなと思います。襟はレギュラーカラーで少し大きめなので、大人世代にも似合いやすいかなと思います。身幅も少しゆとりがあるんですが、着丈がですね、あんまり長すぎないんですね。結構 GU のアイテムってワイドなシルエットのものが多くて、丈も長いっていうものが多いんですが、まあ、その中でもすっきりめの丈感なので、大人世代にも結構使いやすいんじゃないのかなと思っています。で、素材はポリエステルとコットンのミックスされたものなんですね。まあ、ポリエステルだけだとちょっと河川っぽさが強くなってしまうんですが、そこにコットンがミックスされているので、適度な自然な雰囲気もちゃんと出ているので、この素材の雰囲気もなかなかいいんじゃないのかなと思います。もう本当にコーディネートは簡単で、白 T の上にですね、こういったカーキのですね、シャツを着ていただいて、まあ、ボトムスに関してはいつも通りですね、ブラックだとかダークグレーのパンツを合わせていただければ、それだけで簡単にコーディネートが完成してしまうので、これ1枚あるとですね、すごく便利かなと思います。ちなみにブラックやワインみたいな色もあってですね、ベージュはすでに持っている方であれば少しバリエーションを広げてみるのもいいかなと思います。なかなかこの値段でシャツが買えること自体希少なんですが、デザイン性で言ってもセレクトショップのオリジナルのようなトレンド感ちゃんと拾ってあるようなものになってますので、これは1枚持っておいてまず間違いがないかなと思うので、よかったらチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムはこちらですね。グローバルワークの WWS 撥水速乾不白 T シャツ、価格は5500円ということで、これもですね、大注目のアイテムかなと思います。先日グローバルワークのですね、店頭にお邪魔した際に、この WWS とのコラボレーションのセットアップ、皆さんにご紹介したかなと思います。あれ結構人気で、早い段階で完売してしまったんですが、それの夏バージョンとして、こちらもセットアップで T シャツと短パンですね、リリースされてる
わけなんですね。これがですね非常に仕上がりが良くて、まあ、WWS といえば、まあ、作業着なんだけどもスーツのような見え方をしていてすごく小綺麗な印象を与えるようなそういったお洋服を得意としているブランドなんですが、まあ、そことグローバルワークがコラボレーションをして今回はグローバルワークらしいカジュアル路線にですね WWS のですね強みとなっているアルティメックスという素材を使って作っているのはこちらのアイテムになっているんですが、これはバランスがいいなと思います。まあ、T シャツのデザインではあるんですが、まあ、最近トレンドになっている、まあ、シャカシャカ素材を使ったものということですごくですねトレンド感も感じるようなデザインになっているかなと思います。肩のラインはちょっと落ちていまして、まあ、リラックス感のあるような雰囲気ですね。身幅に関してもちょっとボックス型になっていて丈は長すぎないというところで、まあ、だらしなく見えないのですごくバランスのいいシルエットかなと思います。素材に関しては先ほどもお伝えしましたがアルティメックスという素材を使っていまして撥水速乾そして汚れもつきにくいというところで機能性でいうと結構パーフェクトなですねラインナップになってまして、このあたりはすごく嬉しいですね。まあ、ストレッチも効いてるのでそのあたりも着心地の面でも非常にありがたいかなと思います。あとは腰にですねポケットがついてるんですね。これサイドから差し込めるようなポケットになっているので、まあ、見栄え的にはほとんどわからないぐらいなんですが意外とですね夏場って僕のような手ぶら派の人間にとってはポケットのスペースがないので不便だなと感じることがあるんですが、この本来であればポケットない T シャツにですね腰周りにポケットがつくことで結構楽なんですね。スマホだとかちょっとした財布も入れることができてすごく便利なのでこのあたりもありがたいポイントかなと思います。色は3色なんですが個人的にはダークネイビーだとかチャコールだとかこのあたりが使いやすいのかなと思います。まあ、あえてブラックはなくてちょっとこうブラックと同じように濃い色なんですけどもネイビー寄りなのかグレー寄りなのかというところで2色あるのでこのあたりは爽やかな雰囲気を出したければネイビー、ちょっとこうシャープなモダンな感じを出したければチャコールという形で使い分けていただければなと思います。まあ、カーキに関してもいいんですが、まあ、個人的には濃い色で引き締めて、まあ、ボトムスでちょっと明るい色だとか短パンで合わせるのもすごくいいかなと思うのでこれは1枚持っておくと便利かなと思います。価格もですねすごく抑えめですしなおかつ特別感のあるコラボレーションとして機能性も抜群な1枚なのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですねおなじみの無印良品からこちらの商品をご紹介したいなと思います。風を通すスタンドカラー5分袖シャツですね。価格が3990円ということでこのあたりも買いやすくてなおかつトレンド感しっかりと感じるようなアイテムになっているので皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、半袖シャツに関しては一番最初のですね GU のものもご紹介しましたが襟型がレギュラーカラーでしたよね。まあ、ああいったものもですね定番的でなおかつちょっとトレンドの香りもするような襟型なのですごくバランスがいいかなと思うんですが、まあ、こちらのスタンドカラーというところになってくるとまた見栄えがだいぶ変わってくるかなと思います。ややトレンド感強めなんですが襟元すっきりとして、まあ、暑苦しくもないのでその点で見てもすごく使いやすいような襟型になってるかなと思います。まあ、サイズ感なんですが従来の無印良品と比べるとやっぱりですねボックス型でゆとりが出てるようなトレンド感をちゃんと漂わせてるようなそんなサイズ感になってるかなと思います。まあ、袖丈はですね5分袖になっています。僕のシャツもそうですね、5分袖ぐらいになってるんですがここが長いことで従来のド定番の T シャツに比べると今っぽさが出てくるかなと思います。身幅もボックス型になっていて少しゆとりがあってですね丈はそんなに長すぎないかなという印象ですね。まあ、素材に関してはポリエステルでできているので、まあ、通気性があってなおかつ肌離れも良くてですね気軽に着やすいという点では湿気の多い季節でも使いやすいアイテムになってるかなと思います。でカラー展開が3色あるんですが、まあ、ちょっとブラックは重たいかなと思うので個人的にはミディアムグレーこれが一押しで、あとはですね結構ダークモカブラウンも雰囲気いいんじゃないのかなと思います。まあ、すでにですねもうメインとなる夏服は皆さんお持ちかなと思うのでちょっとこう斜め上を行くようなカラーですねダークモカブラウンなんかもいいかなと思いますしミディアムグレーのものを選んでもですねこのスタンドカラーというところで他のアイテムとの違いが出るかなと思うのでこれは1枚持っておくと便利かなと思います。ボタンに関しては通常のですね白っぽいものではなくて本体となじませるようなスナップのボタンになってるんですね。スポーティなボタンの素材ではあるんですが本体と色をなじませることですごくシックな雰囲気にまとまってるのでこのあたりも含めてバランスがいいんじゃないのかなと思っています。グレーに関してもブラウンに関しても内側に白 T だとかもしくはボーダーですねマイクロボーダーの T シャツなんかを着てあとはボトムスで白を使ってみて爽やかに振ってみたりだとかブラック系でまとめたとかそんな形にしてもらえばまず間違いなく使いやすいアイテムかなと思うのでぜひこちらもチェックをしていただければなと思っています。
続いて4点目はボトムス行ってみたいなと思います。結構これ掘り出し物だなと思ったものがありまして、今回ご紹介したいのがコーエンのクール&ドライエンボスリラックススリムテーパードパンツというものですね。価格がですねこれ4389円なんですが、僕が今見てる段階では 24% オフになってまして3300円なんですね。まあ、これぐらいだとユニクロと同等かもうちょっと安いぐらいなので、かなりコスパもいいようなそんなアイテムになってくるかなと思います。まあ、コーエンはですね結構穴場で、まあ、ユナイテッドアローズが母体になっていて価格帯も抑えめなので、そういった安心感もあるので、まあ、皆さんにも最近はよくご紹介してるんですが、こちらのボトムスに関してはシルエットですね、腰回りだとかもも周りにはゆとりがあるんですが、まあ、スリムテーパードということで、スリムというほどではないんですが膝から下にかけてちょっとこうテーパード、徐々に細くなるようなシルエットを採用してるんですね。ちゃんとこう今っぽいシルエットなんですが、だらしなくないというところで、まあ、ユニクロなんかでいうとタックワイドパンツとかそのあたりと近しいかなと思います。タックワイドパンツは一応テーパード効いてないので、まあ、それよりは少し裾に向かって細くなっていくような感じなんですが、結構緩さも適度にあるので、このあたりのシルエットもなかなかバランスがいいかなと思います。で結構ですねユニクロだとか GU とかで買い物するとテンション上がんないなという方もやっぱりいると思うんですね。そのあたりはどのブランドも完璧ということはなくて、安いところには安いメリットもあるんだけども、ブランドイメージっていうところで気分が上がらないっていうところもあったりするので、そのあたりはちょっとこう気分を変えてコーエンで買ってみるというのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、シルエット抜群に良くてカラー展開も豊富です。まあ、その中でもやっぱり鉄板なのはブラックだとか、あとはダークグレーですね。このあたりはまず間違いがなく主役になるようなカラーなので、ぜひ、まあ、皆さんもですね1本は買い足していただければなと思っています。まあ、接触冷感機能もついていてちょっとひんやりしたりだとか吸水速乾機能もあるので、そのあたり夏にぴったりの素材感になってるかなと思います。で表面にちょっと凹凸感があるんですね。このあたりも見栄えとしてはそこまではわからないんですが、近くで見ると平坦に見えなくてすごくバランスもいいかなと思いますし、汗をかいても張り付かないんですね。そのあたりも含めてバランスがいいかなと思います。ご家庭の洗濯機で気軽に洗うこともできますし、シワも残りづらいというところでは機能性も抜群で、なおかつ価格も結構こなれていてシルエットもバランスがいいので、これは鉄板だと思いますね。個人的には結構ブラックのパンツってよくあるんですが、ダークグレーの深めの色合いだとか、だけどもちゃんとこうグレー味を感じるところなんかが非常にいいかなと思うので、一押しはダークグレー、そしてブラック、そしてまあダークブラウンもちょっとこう深めの色合いなのでやぼったく見えないので、このあたりもバリエーション増やすのもいいかなと思うので、ぜひこのあたりもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はユニクロですね。まあ、このあたりは定番的で皆さんもすでにチェックしているところかなと思うんですが、ユニクロからはショートパンツですね。こちらギアショーツを皆さんにご紹介したいなと思います。価格は2990円ということで安定のですねコスパの高さかなと思います。まあ、ユニクロにも短パンたくさんあって、個人的にはユニクロ U のですねショートパンツがすごく好きなんですが、やや癖はあるんですね。裾幅がちょっと広めになっていて、丈も通常よりは長いので、まあ、誰にでも似合うというよりはちょっとおしゃれが好きな方に向けたような一枚かなと思うんですね。まあ、その点ギアショーツに関しては割とこうオーソドックスで使いやすいような裾幅の広さになっていますし、丈もですねちょうどいいようなバランスになってるんですね。王道で言ったらやっぱりギアショーツがまず間違いがないかなと思います。もう本当にベーシックなユニクロのショートパンツに比べると少しですねデザイン的にも面白みがあって、まあ、サイドにポケットがついてたりだとか、素材使いとしてもちょっとこうアクティブなシーンでも使えるような感じになっているので、ショートパンツというですねすごく面積が少ない中でもちゃんとですね適度なアクセントが効いていて、やっぱりバランスは最高だなと思います。カラー展開も豊富で楽しみやすいんですが、こういった時にですねちょっとビビッドな色選んじゃうとですねなかなか難しかったりするので、やっぱりおすすめしたいのはブラックだとか、まあ、せめてダークグレーかな、そのあたりが使いやすいかなと思います。あとはちょっとこうオリーブになるとですねミリタリーっぽい雰囲気があって、これまたですねブラックの T シャツだとか白 T なんかで合わせてもバランスが良かったりするので、個人的にはこのオリーブもいいかなと思います。ちなみに今季はカーゴショーツっていうものもあって、これまたすごく良かったんですね。こちらのオリーブもすごくいいんですが、それに比べるとギアショーツのオリーブに関しては若干色深めになってるかなと思うんですね。こっちの色合いも僕は個人的にはすごくバランスがいいかなと思ってまして、素材の微光沢も含めてやぼったくなりすぎないので、ぜひブラックの T シャツだとかシャープなものと合わせていただくとすごくバランスがいいかなと思うので、今回ギアショーツの中では意外と一押しはオリーブかなと思うので、ぜひ皆さんですねショートパンツをバリエーションとしてこちらもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではコスパ最強の大人の夏服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、一応セールの時期ではあるんですが、まあ、新作だとか定番的に使えて、まあ、あえてセール価格になってないものを中心にですね、皆さんにご紹介させていただきました。まあ、どのアイテムに関してもすごくクオリティはいいですよね。本当に十数年前では考えられなかったような価格帯でデザインのクオリティの高いものが手に入る時代になったので、まあ、要は選び方次第かなと思いますね。ただ世の中には本当にたくさんのお洋服がありすぎるので、その中からおしゃれに見えるものだとか大人世代に合うものをピックアップするのはなかなか難しいので、そのあたりを時短できるようにですね、皆さんに僕のチャンネルではしっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、まあ、ぜひこれからの動画も楽しみにしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますが、普段の動画の中ではなかなかカバーしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやってますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がないよという方のためにですね、オンラインサロンっていうのもやってるんですね。こちらの方では動画じゃなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテム3選とか、僕自身が昨日買ったもの2選だとか、そういった形でですねリアルな情報を定期的に出しています。僕も記事書いてますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また意外とですね人気なのが参加者の皆さんも書ける記事なんですね。これが結構盛り上がってまして、コメント欄とかもですね意外とプロの執筆陣よりも皆さんのですね書かれた記事の方が盛り上がったりするので、まあ、ぜひですねおしゃれが好きな方が楽しんでワイワイ楽しめる場になっているので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。